ユギョムが南欧州救助犬の治療費として1400万ウォンを寄付。俳優マドンソク、イ・ジュンヒョクら、500万人突破映画犯罪都市3の舞台挨拶に登場。CGV 長野坊浦店。韓国の有名美女セブリー、台湾で生放送中にセクハラ被害に遭い、警察が調査へ。東方神起。TBS CDTV ライブ、ライブ、2時間 SP に出演決定。6月19日放送。セブンティーン、日本ツアー詳細を発表。9月6日7日に東京ドーム、11月23日24日に西武ベルーナドーム、11月30日12月2日3日にバンテリンドーム名古屋。12月7日9日10日に京セラドーム大阪、12月16日17日に福岡ペイペアイドーム。もっぱんライブ配信中に同僚 YouTuber の顔をフォークで傷つけた20代の女性 YouTuber が立件される。5日午前0時10分ごろ、韓国富川市内の路上で、30代の女性に向かってフォークを振り回し、顔に怪我をさせた疑い。G ドラゴン、YG との専属契約満了。YG 広告など他の活動については別途契約を通じて協力音楽活動再開時には追加で契約するか協議する予定。